ンジェリーク商品情報。女王候補よ、久しぶりだな。近頃は私たちも初めての OVA に出演するので忙しくしていた。何しろ出演人数が多いので聖地は撮影スタッフや衣装係やらでごった返していたぞ。はあ、面倒なことだ。クラビス、一応商品情報のコーナーですから。その女王候補たちに OVA の見どころですとか裏話ですとか、まあそういう楽しい話題をですねしてあげてほしいんですよ。それならばこれだな。は？このビデオですか？これは一体？アンジェリーク白い翼のメモアールメイキング、アニメーションスタジオでの制作風景、メインキャストのメッセージ映像、スペシャルオープニングや予告編などが入っている。これを見れば知りたいことは大体わかる。14日の発売を楽しみに待って。以上だ。ちょっといくらなんでも手抜きすぎやしませんか、クラビス様。仕方がない、俺がフォローしてやるぞ。お嬢ちゃんたち、アンジェリーク初の OVA 白い翼のメモアールはメイキングが3月14日、上巻が3月29日、下巻が6月27日の発売だ。それぞれ VHS と DVD の2種類から選んでくれ。3巻全てを手に入れれば全巻購入者特典のお楽しみもあるんだぜ。先は長いな。女王候補たちはさぞ待ち遠しかろうな。だからこの情報コーナーで説明するんじゃないですか。まあまあまあ、オスカ、クラビスはメイキングビデオを紹介してくれたんだからいいじゃないですか。あ、もう一つ思い出しました。 OVA の情報がいっぱいの本、白い翼のメモアールスイートアルバムも3月下旬に発売です。商品のご予約は通信販売 0120-55-3594 でもどうぞ。アンジェリークグッズは全国アニメイトでも好評発売中。そしてもう一つ、バンダイからのお知らせです。トレーディングカードカードダスマスターズアンジェリーク、バンダイよりただいま大好評発売中です。カードは全て由良海里先生の美麗なイラスト入り、全189種類だ。そのうち書き下ろしの豪華スペシャルカードが9種類。お値段は1パック10枚入りで330円です。そしてなんと第2弾の発売予定もあるそうですよ。詳しくはまた番組内でお伝えしよう。コミックアンジェ Q&A。 はい、このコーナーですね、角川書店月刊ファンデラで連載中、漫画版アンジェリークの Q&A です。兵庫県如月さとるさんからのご質問。コミックス第6巻でオスカー様がアンジェを森の湖を見渡せる丘に連れて行きますが、森の湖といえば別名恋人たちの湖、何か深い意味があるんですか？なんでそんなニヤニヤしてくる。いやいや、楽しいコーナーにしようと思って頑張ってますね。由良海里先生、由良海里先生で、お答えいただいてまいりました。森の湖そのものではなくて、見渡せる丘の上ですから、まあ、特にそういった意味はありません。気に入った場所をアンジョに、見せたかったのでしょうということなんですよね。割と淡白なお答えですね。まあでもいいね、アンジョに見せたかったんだ、気に入った場所はね。じゃあ、いいか、そういうことで、はい、スッと言って。このコーナーはファンデラのアンジェミックスと連動しています。質問のおはがきは郵便番号 162-8420、 角川書店ファンデラ編集部コミックアンジェ Q&A の係まで。 DN エンジェルの小説第2弾、怪盗ダークは呪われたティアラを盗もうとするが逆に心を奪われてしまう。待ってて、ダーク、君は僕が取り戻す。岡崎純子、杉咲ゆきるの DN エンジェル雪の女王は書き下ろしコミックもついて、角川ティーンズルビー文庫より好評発売中。アニメが好きならキャラクターグッズはこちら、あちらはコミック、こちらは CD ビデオ、あちらはゲームソフト、アニメの楽しさ満載ショップ、アニメが大好き、だからやっぱりアニメイト。不思議の国へようこそ。ためのバラエティゲーム不思議の国のアンジェリークが2800円とお求めやすくなりました。光栄ザベスト不思議の国のアンジェリーク、プレイステーション版は好評発売中です。
オスカー&クラビス&ルヴァの熱く深く語れというのか。イエーイ。違いますね、雰囲気がかな、ね、語れというのかっていうのはクエスチョンマークがついてるのね。俺はちょっと怒られる。だってクエスチョンマークついてるよ。あ、もうついてるんですよ、うん、もう語れというのか。いやいや、答弁するつもりはありませんけど、誰が威張ってるのかなってくちゃくかかれ、ね、二人で同時に喋るのやめて。はい、ごめんちゃい。じゃあ関さんどうぞ。すみません、進めていただいて。ラジオネーム、和樹ゆうぎりさんです。堀井さん、関さん、翔太さん、こんばんは。今本当に大切なものは、これコーナーの説明は大丈夫ですよね。まあ、あなたの大切なものは何ですかっていうことなんですよね。この3月のテーマっていうことですね。あでもそのハガキから読むんじゃないんですか。そう、あなたもなんかハガキを見せて急になんか何かに気づく人ですね。最後までね、うん、一応読めばいいのに途中でやめちゃってね。今本当に大切なの本当に大切なものは、私の文通相手からもらったオスカー様の指輪です。なんでオスカー様、この子もオスカー様が好きなのに、嫉妬すんなよそれ。私に志望校に合格できるようにって言ってくれたんです、だからこの指輪を持ってお守りとして公立の入試に挑もうと思います。だからオスカー様の指輪が私の一番大切なものです。御殿橋の司くん、ゆか子ちゃん、本当にありがとう。とても心強いです。これは何、グッズなのかな。オスカー、あるのよ。で、知ってんの。ああ、聞いたことあります。君勉強不足だね。あ、僕だってルバグッズってどういうのがあるか。ルバの湯飲みとかあんの。湯飲みあれがあるじゃない、ってあのティーカップとかさ。あ、ティーカップだ、ごめんなさい、なんで日本の方行っちゃう。なんで知らないの。ティーカップという湯飲みもあるよ。トークバックでも耳だけで聞いて。いや、でもね、僕わかる。でもさ、あなた方のトークってどっちがリーダーシップ取ってんの。いや、もちろんケインさんですよ。そうですそうです。あ、そう。いや、今日は塩沢さんですよ。いや、僕はあの別の向こう側だなと思ったけど。そうね、まあ、まあ、いいですもあります、ね。はい、でもありがとうございます。なんかオスカーの指輪を大切なものにしてくれる、もうその声を、ね、演じてる私としてはとっても嬉しいなっていう。オスカーのね、でもきっと、何回か使うと効力薄れていくと思うんで、また買い直してください。なんでよ。塩沢さんにとって大切なものって何ですか。あ、そうだ、大切。いや、ちょっとだけ考えたんですけど、いや、真面目に言うんですね。そうですよ、真面目ですよ、いや、本当はそれはさ、妻とか愛病とか、愛病、愛病言いたいんですけど。あ、猫のことですね、あ、びっくりしたわ。ちょっと待って、なんか病気のこと。いや、まあでも真面目に言うと自分自身かなと。あ、まあ、いっぱい嫌いな部分と、ちょっとだけ好きな部分と、ひっくるめてですけどね、でもこういうやっぱ会話ができるっていうのはね、塩沢さんやっぱ大人なんですよね。今まで来たね、中ではこういう自分って言える人はいなかったね。みんな結構ね、嫌いな部分といい部分をひっくるめて自分が好きってことでしょ。というか、自分で自分を大切にしてあげないと誰も大切にしてくれないじゃないですか。深いね、と思うんですけど、ね、俺は結構、まあ、自分好きですけど、ちょっと自分いじめすぎるところも嫌いがあるんですよね。ああ、それはマゾフィストなんですよ。そうなんですよ、マゾなんですよ。分かった、ケンユーさんってちょっとマゾ系あるからな。そう、もう自虐的だし、もうそれで、ね、なんかね、仕事なんかもね、立て込んでくる方が頑張れるんですよね、その方がかえってお酒飲んじゃって自分をいじめたりしながら頑張っていくタイプ。自分を追い込んでっていうか、追い詰めて能力高めていくみたいなことあるじゃないですか。でも追い詰める人っていうのは才能あるから追い詰められるのよね。いや、なんで、ちょっと、いや、塩田さんのこの術中にはまっちゃうよね。俺です、叩きのめすどころか、いや、もうありがとうございました、今日は、なんていう風になっちゃってさ、なんかお土産用意して、今ありますかっていう感じで、なっちゃうんだけど、いや、でもいいことだと思いますよ。そうですか。塩田さんはどちらかというと、やっぱり自虐的ではなくて、まあ、多少自虐的ですよね。そうですよね、僕見てると、そういう匂いがする。でも、割と休養たっぷりとってっていう余裕を持ってただ単に暇なだけでしょ。だってよくね、どっか行かれたり、外国とか行かれたりするから。そう、まあね、旅行は塩田さん好きだからね。でもまあ旅行行ってもね、まあいろんなとこ、まあ、行かれるんだけど、まあ結局は東京でも飲んでらっしゃるし、海外でも。そこへ戻すかい。じゃあここで一つちょっと翔沢さんの方から、はいはい、読んでいただいて、ルバ様、オスカー様、そしてゲストの塩沢兼人様、こんばんは。とうとう塩沢さんがゲストに来てくださったんですね。でも実は残念なことが一つだけあります。それは今週のハッピーバースデーのコーナーです。私の誕生日は3月14日なのでホワイトデーです。もしかしたら塩沢さんに名前を呼んでいただけるかもと淡い期待を抱いていたのですが、見事に外れてしまってがっかりです。こんなチャンスはもう二度とないかもしれないのに涙。しかし仕方のないことだと思っていても、どうしても認められません。
大好きな塩沢さんに誕生日おめでとうと言っていただけるなら、私は誕生日を3月4日に変えても構いません。戸籍が間違っているんですと言い切ります。ですからお願いです、塩沢さんに敦子誕生日おめでとうと言ってほしいです。どうかお願いします。あつこ、誕生日おめでとう。いや、あなたじゃないじゃん。あなたに言われてもこの人嬉しくないんだから。嬉しくないもんね。だけど誕生日を変えるっていう、俺分かるね、この気持ち。変えても呼んでほしいっていう気持ち。あ、だ昔中学の時もね、好きな女の子がいた時に、あの星座、彼女がだから、あの乙女座だから僕はそっちになりたいとか思ったことありましたもん。あのさ、でもさ、あの男の人と乙女座の人って、お前絶対乙女座じゃねえよなっていう人が多くない？そうですね、なんとなく。あ、そうだ、忘れてた。え、敦子誕生日おめでとう。いきなり来るからな。いや、待って、忘れそうなんだもん。